皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校3年生の社会科、2度の世界大戦と日本、恐慌から戦争への内容です。教科書220ページ221ページを開いてください。今日の学習課題を見てみると、戦争によって日本国民や植民地の人々の生活はどのように変わっていったのでしょうかと書いてあります。こちらの表を見てください。220ページ221ページには全部で8つの資料があります。それらの資料から戦争当時の国民生活の様子を読み取っていきましょう。それぞれの資料と教科書の本文のどの文章が関連しているのかを考えながら、当時の生活についてまとめていきましょう。はじめはこのようにすべて空欄にしています。次に括弧の中に言葉を入れながらまとめられるような表を写します。最後に完成した表を写して説明しますので、自分がやりやすいところで動画を止めながら表を完成させてみましょう。教科書に書かれている本文を表に入れてみると次のようになります。220ページ221ページを読みながら、括弧の中に当てはまる言葉を入れて表を完成させてみましょう。ちなみに資料2の写真で女性が持っているプラカードには何と書いてあるか読めますか？前回学習した日本の国際連盟脱退の時の新聞記事と同じように右から読んでみましょう。また資料3のグラフは横軸に1931年から1945年までの時間が示されています。1931年に中国で起きた事件、1937年から始まる戦争の名前はこれまでに学習をしましたね。覚えていますか？ノートに書いている間は動画を止めておきましょう。それでは頑張ってください。括弧の中に言葉を入れると次のようになります。資料3のグラフを見ると、1931年の満州事変から1937年の日中戦争にかけて軍事費の割合が高まっていき、 70% ぐらいまでになっていることがわかります。こうした状況で国民の生活がどのようになったのか表にまとめるとこちらのようになります。答えを確かめる人は動画を止めておきましょう。資料1では動員という言葉が2回出ています。動員とは、ある目的のために多くの人や物を集めることです。戦争を続けていくために、国の予算だけでなく、中学生を含めた国民全体が動員されていきました。その他、黄色で色をつけた、統制や禁止、監視、決められた、制限などの言葉から、当時の国民の生活の様子が見えてきますね。また国民だけでなく、植民地とされていた朝鮮や台湾でも公民化政策という名のもと、さまざまなことが強制されていたことも覚えておきましょう。以上で今日の学習を終わりにします。次回はヨーロッパに目を向け、第二次世界大戦の始まりとその頃に日本がさらに戦争へと突入していく様子について学習していきましょう。